体重コンピューターチェック。チェックします。名前ビーコン、種別電波怪獣、身長37メートル、重さ13000トン、能力両目から破壊光線を発射。これまでにウルトラの戦士たちは数多くの怪獣や鳥獣、宇宙人と戦ってきた。もちろんその中には比べ物にならないほど凶悪で手のつけられないやつから、なんとも奇妙奇烈なものまで実にいろいろだった。ビーコンもそんな中で奇妙奇烈のグループに入る一匹だろう。ビーコンの好きなものはなんと空中に飛んでいる電波で、これを食べてエネルギーの元にしている。出身地は地球の表面から約60キロ上空の電離層という場所だ。ここから空中をふわふわと移動していく。決して暴れ回るわけではなく、ただただ空中にその体を浮かせているのだ。さてビーコンの顔に注目しよう。信号のように光る目がはっきりとわかる。実はビーコン自体がテレビ局の働きを持っているため、ビーコンが自分の目で見たものは全てテレビ電波に変えられ、みんなの家のテレビに放送されてしまうのだ。それは昼でも夜でも、場合によっては非常に広い範囲にわたって電波を占領してしまう。ちなみにビーコンという言葉には信号とか信号所とかいった意味がある。怪獣ビーコンの名前もユニークな顔から名付けられたのだろう。怪獣攻撃隊マットはビーコンを東京上空から追い出すため、東京中の電波をシャットアウトした。腹をすかせたビーコンはマットの誘導電波に惹かれて海の上へ姿を現すはずだったが、アマチュア無線の電波がビーコンを東京へ逆戻りさせてしまった。電波を求めて暴れ回ったビーコンだったが、新ウルトラマンにはどうにも歯が立たない。